センタースページで奥井さんの魂をあわや差し返すというかもうすごいですね。いやでも本当にバンクがとにかく軽かったんですよ。だから追いついたのかなと思うんですけど、まあさせはしなかったんですけど、差したのかなって。いやでも私も正直わもしかしてと思って、あ差したかもって思ってワクワクしながらスローを見て、あ全然だったわと思って、恥ずかしい恥ずかしいと思って、ずっとこの自力選手として尊敬する憧れの奥井さんなので、もういつもチャレンジャーの気持ちで戦ってます。今の岡崎さんが見せずになったきっかけを、はい、教えていただけないでしょうか。あの片野さん、元選手の今マッサージされてる元選手の片野さんの息子さんと私の兄が大学の野球部の同級生で、親の食事会みたいなやつに私の母とその片野さんがそこで会ったらしくて、私片野さんとお会いしたことなかったんですけど、ガールズ競輪ってあるけどやらないみたいな感じで誘い受けたらしくて、母から私に電話かかってきて、競輪やるって言われて考えとくわって言って。その時どんな状況だったんですか。大学3年生で寮生でバスケしてて、だからバスケがあったから、そんな将来のことも別にまだ3年生だったし考えてなかったけど、じゃあ進路の一つとして考えておくわぐらいにしてて、で4年生になっちゃってどうしようってなって、何も別に就活もしてないしバスケもあるしっていう中で、あー競輪をそれぐらいすごい簡単に始めちゃったんですけど、うちは試合出れてなくて、4年生が始まってもう競輪を受けてからだんだんこうレギュラーになったんですよ、その最後にかけて。だからその途中でバスケやらないかって言われたんですけど、ちょっと受けたから結果受かったんで競輪行ってきますって感じで。学校生活はなんか私はちょっと4年間がすごい厳しかったので、大学4年間の寮生活が、だから学校はあんまり苦しくはなかった。もう一回行くかって言われたら行かないんですけど、自転車始めて一番苦しかったのは競輪学校の時にその落車をさせてしまったことがあって、自分の失格でちょっとした動きだったんですけど自分の失格ってなって2人転ばしてしまった時に、その時が一番きつくて、自分も転んだんですけど怪我をさせてしまって、これをみんなどう乗り越えてるんだろうと思って、はい、どうしたらいいか分かんなかったから、その怪我させちゃって、骨折とかしてないんですけど転ばしてしまった、怪我をさせてしまったっていう事実に向き合うのが一番苦労したかもしれないです。でもそのずっと自転車やってた子だったんで、競輪始めたってことはそれ覚悟で私も来てるわけだから大丈夫だよみたいな、競輪は総合だからみたいな言ってくれて、はい、あの優しい方ですか、はい、本当にいい同期に恵まれました。藤田マリアです、埼玉の。藤田マリアさんもすごい体操技術で頼もしいレースされます、はい、マリアが競輪は相互だからみたいなって言ってくれてありがとうって感じ。もう4つも下なんですけど、あそうなんですか、はい、ありがとうございます。